こんばんは。AFL ディスカバリーラウンド8始まりました。先週ちょっと予告してたクラブディスカバリー、はい、クラブをもっと深掘りして紹介するっていうのは少しなんかいろんな形式を考えているうちにちょっとアップが遅れてまして、この放送終わって数日後にアップするということになってます。よし、今準備してるんだよね。その準備してます。なんかいろんなリサーチしたら増えちゃったんで、はい、リサーチちょっと時間かかってるのでもうしばらくお待ちください。はい、さあそれでは今週の AFL ニュース、早速吉の方からあの再開日程とかに関してですね、ぜひお願いします。はい、昨日月曜日にニュースがあったんですけども、ビクトリア州では一応 AFL でトレーニングをしていいっていうニュースがあって、でそれはまあ10人までなんですけども、まあ、一つの第一歩として AFL が復活のメドが立つんじゃないかなと思ってます。うん、もう集団で10人チームメイト同士でもトレーニングは OK で、それがあの、うん、ビクトリア州からのニュースなので、また AFL はもしかして今晩とか明日ぐらいにニュースが来ると思うんですけども、今のところもしかしてその6月11日からラウンドが始まるかもしれません。うん、おー、なるほど。ただあの AFL いろんな州にまたがってやってるので、その各州の発表を AFL がまた調整して実際にその、オープニングラウンドの第2ラウンドですね、再開した後のラウンドが始まる時期はそろそろ発表、今週末ぐらい。はい、なんでそれをちょっとみんな待ってる状態なんですけども、うん、AFL がクリアな、フェアなメッセージを待ってます。うん、いよいよあのインスタとかで選手もそれぞれ個人のトレーニングをアップしてたんだけども、またチームメイトと一緒に会ってもう一回トレーニング再開できる、はい、選手にとってもなんか嬉しそうですね。いいですね。もう2ヶ月ぐらい会ってないチームメイトもいると思うので、うん、またそれはそれでチーム感がアップしたりまあ、ちょっとトレーニングというよりも、まあ、友達感覚でまた会うような感覚が見られたらいいなと思います。うんうん、確かにそのトレーニングの様子も始まってきたらこの AFL ディスカバリーでも取り上げていきたいと思います。はい、さあ続いて AFL は10個の反則で分かるということで、今週、はい、AFL たった10個の反則さえ皆さんに覚えてもらったら、おっ、よしもボール持って持ってます、 AFL が分かりますよということで紹介したいと思います。上から今反則がだーっと出てくる画像も出てきました。こちらの反則を今から紹介していきます。はい、これ一応英語と横にカタカナが書いてるので、はい、まあこれで分かりやすく10個選びましたので今から1つずつ紹介していきたいと思います。はい、さあそしたらまず1つ目の反則はスロー。オーストラリアンフットボールは必ずパンチパス、ハンドパスですね、ボールをこうやってパンチをしてパスしないといけないので、このボールを投げてしまうのは反則になります。そのスローという反則ご覧ください。こちらですね、今ボールが前線につながれて、ここハンドパスをしてアシストをした感じが見えたんですけれども、これ実はよく見てください、タックルを受けてハンドパスかスローかスローモーションで、これはスロー投げてましたね。左手のグーのところに当たってないので、これはスローという反則になります。そして続いてホールディングザボールという反則は、タックルを受けた後にすぐにボールをハンドパスかキックして離さないといけないんですけれども、タックルを受けたのにボールをうまく離せなかった、こういう反則になります。さあそしたらホールディングザボール映像をご覧ください。これは激しい、追いかけて追いかけて横に引っ張っても OK ですね。でこれもタックル成立、後ろから突っ込んでいって、この反則がホールディングザボールです。とにかくタックルがうまくいってボール正しくハンドとかキックできなかったらホールディングザボール、反則になってタックルした人のフリーキックになります。はい、続きましてホールディングザマン、ボールを持ってない選手を掴んでしまう、ホールディングザマンですね、選手を掴んでしまうという反則です。さあ映像をご覧ください。これは少し分かりづらいかもしれないんですけれども、これですね、ボールを持ってないのにこれを掴んでしまったらホールディングザマンという反則、これもボールもう持ってない人を掴んでしまう、これ結構あのコンテストの中であるんですけども、審判もあのよく見てないと分からない反則で、掴んでたらホールディングザマンという反則になります。さあ続きましてプッシュインザバックという反則を紹介したいと思います。
これは後ろから押すのがファールですよっていう反則で、背中からこうやって押すと危ないのでこれ反則になります。早速映像をご覧ください。これですね、これ結構危ないプレーなんですけども、相手のディフェンスをこうやってポストの方に押してしまってる。これは後ろから押すプッシュインザバック、これはもちろん後ろから押してるのでプッシュインザバックの反則なんですけど、さらにその先にポストがあるってことで、これ結構問題になったプレーです。で、もう一つのプレーが、そう、必要ないプレー。これも後ろから押して、フェンスに、これもプッシュインザバックの典型、もう、これはもう映像としても残ってるし、これ誰がどう見ても、これはプッシュインザバック、危ないプレーですね。このフェンスに叩きつけて、これは痛そう。これがプッシュインザバック、後ろから押すのももちろん反則です。はい。そして続いてはデリバレートアウトオブバウンズ。これは少し難しいかもしれないんですけども、デリバレートというのがわざとっていうことで、わざとバウンダリーライン、周りの外のラインに出してしまう反則になります。 AFL ではボールが競り合いの中でラインを越えたときは審判がボールを投げ入れてプレー再開するんですけども、わざとボールを外に出したときは相手チームのフリーキックで試合が再開されます。サッカーでいうスローインみたいなものですね。さあ、こちらの映像をご覧ください。これはゴール前のシーンなんですけども、ディフェンスがこれクリアしたくて、これわざとディフェンスがこっちのゴールラインの方にボールを蹴ったシーンですね。これはデリバレート、わざとボールを外に出そうとしたっていうことでファールを取られて、あれもうゴール前だったので相手チームのフリーキック、ゴール前からのフリーキックになってしまったシーンなんですけども、わざとボール外に出すのは反則ですよというデリバレートをご紹介しました。それでは次の5つの反則はヨシの方から説明をお願いします。はい。なんでもう一つがハイタックルって言って、肩以上に、タックルっていうか手が当たる場合にハイタックルっていうペナルティになります。なのでビデオ見てください。Judd and Caddy Stanley. これ見えないんですけど、一回タックルが入って手が首の方に回っちゃうので、これ手かかってますね。かかってますね。一回タックルが最初は肩まで肩だったんですけど、肩の上に上がっちゃったので首に回っちゃって、それはもうハイタックルになっちゃいます。でゴール前だったんですね。でもう一つがトリップ。トリップっていうのはこかすっていうんですかね、こけるこかす、こける、引っ掛ける、はい、引っ掛けるので、膝の下に手をかけてってことですね。はい、なので AFL では膝下に手を当てて、そしてこかすことは違反なので、それもまたフリーキックなので、ビデオ見てください。トリップも危ないですもんね。トリップも危ないです。これは罰金になる場合もあるので、この場合は手じゃないんですけど、足でこかしてましたね。足でちょっとこれかわされたと思って、かわされたと思ったら足を出してこかすってことなので、これはもちろんフリーキックじゃなくて、もしかしたら罰金になる場合もあります。そして3つ目がアビューズ。アビューズっていうのは、アンパイアに、文句を言ったり言い返すことなんですけども、またそれもペナルティなのでビデオを見てください。一回ここで、スリーキックを受けるんですけども、ホースト、オレンジのチームはそれにハッピーじゃなくて、文句言ってしまって、おーですね。さらにこれはフリーキック。はい。いいですか？はい。で、もう一つが、キックインデンジャー。キックインデンジャーは、ボールを、タッチしようと思ってるときに、誰かな、足が。当たって危ないプレーになることです。まあ、これは一応怪我をしないと、まあ、怪我はないようにということでルールができました。なのでビデオ見てください。ここですね。はい。手でピックしようと思った時に向こうのプレイヤーが蹴ろうと思って手に当たるぐらいなので、これ一歩間違えれば頭蹴っちゃうかもしれないんで、危ないということで、インデンジャー、キックインデンジャーということですね。そうですね、キッキングのアクションを危なくしたバージョンなので、それは違反です。そして最後には50メーターペナルティ。
これちょっとあのルールが難しいんですけども、うん、1回ペナルティを受けた後またもう一つのペナルティをしてしまうと、うん、50メーターして自分のゴールラインに50メートル進めることができるペナルティなんです。なのでちょっとビデオ見てください。ここ、フリーキックなのでボールをどけるんですけども、その間5メートル以上離れておかないといけないんですけど、1人のプレイヤーが5メートル以内、4メートルぐらいにプレイヤーがいるので、そこはアンパイが 2,3 回注意してるんですけど、つかなかったのでオートマティックに50メートルのペナルティになったということです。ごめん、反則を取られてるのにさらにもう一回反則して、そしたら50メートル前進ということですね。あ、相手が。そうです、はい。あの場合はもうゴール前だったので50メートルできないんですけど、はい、普通の場合だったら50メートル前に行けることです。なるほど。さあ、それで10個今まで見てきましたが、もう一回ちょっと振り返りで上の方からずっと10個のリストを出していただきたいと思います、はい、最初スローから始まって最後50メーターペナルティまで10個、はい、紹介していきました。皆さん分かりにくいものもしあればコメントとか入れてもらって、もう少し詳しく説明していきたいと思うんですけれども、この10個が分かれば、はい、もう試合通して見て試合どうなってるっていうのが皆さん分かってもらえると思います。たった10個の反則で FL 理解していただけることができると思うので、ぜひ今度は試合の様子見てみてください。はい。さあ、そしたら10個の反則見ていきましたけれども、AFL のもっと例えば得点だとか、グラウンドの大きさだとか、もっともっと基本的なことを知りたいという方は YouTube チャンネルの What is AFL というのが AFL Japan の YouTube チャンネル行っていただくと最初に出てくる動画になりますので、そちらの方3分ぐらいでおおよその概要が分かる仕組みになっているのでぜひご覧ください。そしてさらにもっとちょっと詳しく知りたいぞという方がいれば、このオーストラリアンフットボールの簡易ルールブックがあるんですね。こういうルールが載ってたり、選手プレーの内容が載ってるようなルールブックがあるので、AFL ジャパンの info@jafl.org の E メールアドレス、おそらくこの辺に出るかと思うんですけども、に希望ですってそうですね、言っていただければ無料でお配り、お送りしますので、ぜひ興味ある方は、メールの方お願いします。お待ちしてます。お願いします。さあ、今週は AFL は10個の反則で分かるということで、反則10個だけフォーカスして皆さんにお伝えしました、はい、AFL ディスカバードですね。今日もディスカバーです。はい、また来週お願いします。6月11日にスタートかも。